そんなことない。俺はお前の友達でいることを優先しただけだ。カット。今のいいよ。よはや。陽介君は友達だから、友達が頑張ってたら助けになりたいよ。その言葉で涙が止まらない。俺も力になりたいです。ならせてください。みくりもみくりも。だから帰ってもいい？ねえだよ。みんなで見に来いよな。うん、裏見て。だから何回も言ってるだろ。お前はお前の好きにすればいいんだ。俺はそれを応援する。お前の親友なんだから当たり前だろ。もうちょっと違う。今のだと少しめめしいかも。だから何回も言ってるだろ。お前はお前の好きにすればいいんだ。柔らかい演技をしてきてた。これじゃただのガキに見える。くそ。陽介くん、だから最近毎朝頑張ってるよね。うん、陽介先輩、ファイオーの活動も頑張ってるし、その上舞台まであって。だから何でも心配になるんだが。お前の好きにすればいいんだ。でもイオのことはとっても心配だけど、こうやってわざわざ朝早くから頑張ってるのとかってみくりたちに気づかれたくないのもあるんだよね、多分。うん、心配かけたくないってきっと思ってると思う。ねえ僕眠いんだけど帰っていい？ダメ、ミトチンもいなさい。でもここでただあいつが練習してるのを見てるだけなら、睡眠を優先させた方が健康にいいよね。そうかもだけど、今は頑張って起きてなきゃダメだよ。目ってちくそ、もう一回だ。陽介先輩頑張ってる。でも本当は頼ってほしい。いや俺に何ができるかは分かんないけど。うん、何ができるんだろう。そうだね。何してほしいか聞けばいいんじゃないの？え？それはそうなんだけど、イオは多分直接聞いたら。よし。あやくん？え？陽介くん！なんで、あやくみ。俺にできることなんて、そんなにないけど。え？でも俺、陽介君に何かしてあげたいんだ。だから何でも言ってほしい。いや気持ちは嬉しいが、だって陽介君は友達だから、友達が頑張ってたら助けになりたいよ。恥ずかしいやつ。でも本当のことだよ。俺陽介くんの力になりたいんだ。分かった。そのありがとうな。うん、うわっうわっくさくらい。音差で涙が止まらん。前が見えん。ワイパーください。俺も力になりたいです。ならせてください。みくりもみくりも。ねえ、だから帰ってもいい？目だよ。わあ、陽介先輩。ザク、お前らはみんな陽介くんと一緒に頑張りたいんだ。つくづく変なやつらだな。俺はお前のことずっと裏切っていたのか。そんなことない。ただ、俺が自分の気持ちに蓋をしていただけで。だけど。いい。俺はお前の友達でいることを優先しただけだ。カット！今のいいよ、よ、あや。え？俺まで？ああ、うまかった。あやふみは演技もやれそうだな。そうかな。よ、すっごい上手になったね。前に一緒にやった時とは全然違うよ。そうか。でもまだ先輩に言われた気持ちが乗り切れてないっての克服できてないと思う。さすがストイック。でも上を目指すのはいいことだよね。この際だからもっと高いとこ目指して頑張ろっか。まあ、アドバイス頼む。ラジャー。本読む相手俺でいいの？あ、まあ相手がいると随分やりやすい。それにチョコレートを買ってきました。あとスポドリと蜂蜜系の飴。あ、陽介先輩汗かいてる。倒れ倒れ。いい、それくらいは自分でやれる。いやいや、逆に俺がこれくらいしかやれないので海外しくサポートさせてください。先輩には見てもらってアドバイスをもらった方がいい。で、桜井はこれ。あやふみ以外に誰が本読みに付き合うんだ？ああ、うん。ミトさんは。うん。だね。もう一回、頭から頼む。うん。今日もお疲れ様。ああ、あやふみも。ううん、俺は別に。ミトさん、途中で起きてよかったね。ずっと寝てた方が邪魔じゃなくていいだろ。起きるなり、今の音平坦すぎないとか、ちょっとびっくりしたよね。演技に音程から突っ込んでくるとは思わなかった。でもあのアドバイスは的確だったよね。まあかもな。ねえ陽介君、俺ちょっとは役に立てたかな。あ？俺が言い出したし余計なお世話だったらって気になって。ああ、まあ騒がしかった。だよね。まあでも落ち込む暇もなかったっていうのはいいことかもしんないけどな。あ、そっか。陽介くん、俺すっごい応援してるからね。もう何度も聞いたっつの。でね、みんなで見に来いよな。うん、楽しみにしてるね。あ、